4. なんだ。ちょ。よ。わかった。それでごきげん。おいテーブル。なんだ。なるほど。うるせえ野郎ども。覚悟はいいか。行くぜ。土砂降り。この程度では不合格。チクショー。
いいか。くそ。おやおや。お前は。さあ。逃がすな！ここまでは追ってこないはず。どうした？息が上がっているぞ。当たり前です。それが老いるということです。若者には想像もつかないでしょうが、老いれば肉体も精神も衰えるのです。俺にこの腕輪をはめた時には全く年を感じさせなかったかな。あれは身につけた技というやつです。その技も衰えつつありますが。どこで覚えた、そんな技？いや、言わなくてもいい。盗賊の技だな。その通りです。あの屋敷の警備についてもだ。盗賊稼業の経験があるなら説明はつく。盗みに入る側の心理というものを知り尽くしたものだった。やはり気がついておいででしたか。では少しばかり老人の思い出話にお付き合いください。私が先代様と出会ったのは、お嬢様がお生まれになる前のことです。あの頃の私はちょうど今のあなたと同じでした。この世に盗めないものはない、そう自負しておりました。それがなぜレイバース家の執事をしている？あなたと同じですよ。お屋敷に忍び込んでみたものの、見事に捕らえられてしまったのです。先代様は捕らえた私に取引を持ちかけてきました。衛兵に突き出さない代わりに一つ願いを聞いてほしいと。龍石を守ることになる我が子をどうか助けてやってくれ。それを律儀に守っているということか。腕に自信があればあるほど、しくじった時の屈辱は大きいものです。あなたもそうだったはずです。その通りだ。この腕輪を見るたびに思い出す。あんたにしてやられたとな。私も同じですよ。盗賊稼業から足を洗うしかなかった。盗み先で情けをかけられたとあっては盗賊の名折れです。そうか。ですが、あの屋敷で盗賊の誇り以上に大切なことを教わりました。あんたほどの盗賊が
その誇り以上のものを。ええ、人から信じてもらうこと、そして人を信じることの尊さ。あなたも聞いたでしょう、お嬢様の過去。なあ、今のあいつからはとても想像できない。この世のすべてが敵、そう思い込み誰も寄せつけようとしなかった。ですが日々の積み重ねがお嬢様を変えていきました。積み重ね。ええ、私を信じてもらうためにお嬢様を信じることを続けたのです。裏切られたことで負った心の傷は信じることでしか癒せないのですよ。それを知るからこそお嬢様はあなたを信じているのです。かつて自分がそうされたようにか。さて、昔話はこれぐらいにいたしましょう。ダリウスという盗賊から奪われた竜石を取り戻さねばなりません。そうだな。私はもう老いてしまった。ここからはあなたにお任せいたします。あなたを信じていますよ。ああ、任せておけ。あんたたちの期待は裏切らない。行ってくる。まずダリウスのアジトを見つけ出す。きっとどこかに手がかりがあるはずだ。テリオン。
なるほど。おい。お？
さて、待て。ほう。てめえら。ほうほう。申し訳ありやせん。ほうほう。わかりやした。デリオン君、始めようか。
緑流石と黄流石だ。だがダリウスはなぜ流石を狙う？ただの宝石ではないのか？そいつはな、俺が大きな力を得るために必要なものだ。ダリウス。よう、テリオ。まだまだ元気そうじゃねえか。まさか、本当に乗り込んでくるとはな。そんなにその腕輪を外したいのか？この腕輪を外すため、最初はそうだった。だが今は違う。ほう。ならなんだ？信じられたからだ。ああ、気に入らねえ目だ。昔みたいな目に戻りやがって。ウェルスプリングじゃもう人は信じないって目だったのによ。それがなんだ、信じられたからだ。無駄無駄、また裏切られるだけだ。かもしれない。そうだとも。人なんて信じてどうする。他人なんて金や権力をちらつかせて存分に利用してやればいいんだよ。俺はそうやって生きてきた。お前を利用したようにな。そうか。だがな、ダリウス、そういう生き方は寂しい生き方なんだ。そんなものはザレ事だ。ああ、そうだ、ザレ事だ。だが俺はそんなザレ事を本気で信じてみたくなったのさ。マジックスピード。覚悟はいいか。よっ、負けません。クルターグラティエ。マジックスピード。
マジックスピードだ。それでは、癒しの奇跡を与えたな。覚悟はいいか。さて、探らせてもらう。さて、探らせてもらうよ。マジックスピードだ。それでは、オペリーチェネブラ。覚悟は、投降シェベル。覚悟は大剣将ブランドよ。さて、本気を出そうか。氷乱よ、巻き起これ。覚悟してくださいオペリーチェネブラ。行くぞ。はっ。それで、反撃の守りを。覚悟はいいか。千本やり。大不足。負けません。オペリーチェネブラ。さて、どうしようか。ベネフィックよ。やっ。覚悟は投降シェベル。負けません。これを。さあ、本気を出そうか。マレフィックよ。逃げて。そうだ、そう、大剣将ブランドよ。なかなか考えられない。そう。はっ。俺は。ふざけるな。ああ。くそ、ダメ。
黙れ。負けません。癒しの奇跡を与えたな。覚悟はいいか。十文字切れ。ライフスティールだ。覚悟はいいか。これを使え。行きましょう。オペリーケネブラ。さあどうだ。月輪を反撃の守りを。ライフスティールだ。コックピッサー、覚悟はいいか。大剣将ブランドよ。癒しの奇跡を与えたな。集中していこう。マレフィックよ。逃がせ。マレフィックよ。逃がせ。リカ、覚悟。投降しエベル。さあ、俺の負けか。ダリウス、兄弟よ、お前は何が欲しかったんだ。俺を裏切って手に入れられたのか。何を言うかと思えばくだらない。俺は成り上がる。何を利用したって、誰も信じられなくてもいい。成り上がって俺を見下した連中を見返して。俺は金さえあれば、どこかの町で出直すことができる。おい、そこのお前たち、金を運び出すのを手伝え。これも、全部俺のものだ。俺たちは金が欲しいからあんたについてきただけだ。そうそう、違うのはガーレスくらいなもんだ。見ろよこの金、一生遊んで暮らせるぜ。
くそ、今日だい。ただいま。いやはや、年寄りの冷や水とはよく言ったものですな。あのような無理はもういたしません。イースコートもよく無事で。心配をおかけして申し訳ございません。まったくだ、心配させやがって。なんでもない。それよりも、ほら、流石だ。もう盗まれるんじゃないぞ。ありがとうございます。これで終わりですね。イースコート、鍵を。いえ、鍵は必要はありません。もう外してありますので。そのようだな。でもいつの間に。一度お嬢様が提案なされた時に、私めがこっそりと。もしかして鍵が外されていたのに、私たちのお願いを。さて、どうかな。それよりもコーデリア、その流石はただの宝石ではないのか。ダリウスは大きな力を得られると言っていたが。それは、それは私からお話ししましょう。この4つの流石はフィニスの門を開くための鍵と言われております。フィニスの門、もし開けば世界のありようが大きく変わる、そう伝承では歌われています。あなたからすればおとぎ話に聞こえるでしょうが。ダリウスはそのおとぎ話を信じていた。ダリウスがあれだけの数の盗賊を引き入れることができたのは流石の力か。わかりません。しかしフィニスの門が実在するかどうかはさておき、レイバース家はこの流石を代々守ってきたのです。雲をつかむような話だが、だが俺にはもう関わりのないことだ。そうでございますね。もうあなたは自由の身ですから。デリオンさん、じゃあな。
用はない。デリオンさん、もう何の関わりもないはずだ。それともまだ何かやらせる気なのか。お嬢様はあなたを見送りに来たのですよ。律儀なことだな。そんなことはありません。お礼を申し上げる前に出て行ってしまわれるんですから。では改めまして、当家の家宝を取り戻していただき本当にありがとうございました。礼はいらない。取引としてやったまでだ。でも助けていただいたことは事実です。そうか。それでテリオンさんはこれからどちらへ。さあな、まだ決めてはいない。あてのない旅ということですか。まあそういうことだ。わかりました。では旅のご無事をお祈りしています。私たちはこれにて。コーデリア、ありがとうよ。